はい、皆さんこんにちは、ソエンです。今回は48分の1シーハリアーの機体の細かな塗り分けとデカールの貼り付けの様子を紹介します。説明書の指示に従ってエアブラシでの塗り分けが面倒くさい箇所を筆で塗り分けます。長谷川名人おすすめのインターロンの筆を中心に使っています。塗料はタミヤアクリルですが、最近筆塗りはエナメルやシタデルがメインでしたので、ムラなく塗るのに苦戦しています。ライト類の下地にラッカー系のシルバーを塗装しました。シルバーの上にクリア塗料で色をのせます。尾翼下部のブラック模様はフィギュア製作で習得したはみ出した塗料を綿棒で拭き取る方法を試してみました。いよいよデカールの貼り付けです。個人的にソフターなどで柔らかくなったデカールがずれることにかなりの恐怖感を持っており、その対処として以下の工程で作業を進めます。デカールを貼る箇所にデカールのりを塗布します。デカールを水に通し台紙から剥がします。塗布したデカールのりの上に剥がしたデカールを乗せます。水で濡らした後、ティッシュを使って絞った濡らし綿棒を用意します。デカールの位置を調整しつつ、デカール周りの水分、糊成分を濡らし綿棒で除去します。この時、綿棒を転がしてデカールと模型の間の水分を絞り出すように除去します。綿棒の濡れ具合が足りないと、デカールが綿棒にくっついてくるので、再度デカールのり塗布からやり直します。デカールの位置が上手に決まったら、上からマークソフターを塗布します。マークソフターで柔らかくなるとデカールは若干膨張するので細かなシワが生じます。デカールは位置決めの時より破れやすくなっているので、より注意してソフターを除去します。それでも破れてしまった場合は塗料でのリタッチを考えます。本キットで一番厄介なデカールを貼り付けます。
各辺ごとに切り分けて貼り付けた方が良かったです。水分除去の後、位置がずらしたければ水を補給してやります。とどのつまり、根気強く妥協を許さない姿勢で取り組みます。
接着し忘れていた後ろノズルの保護板を貼り付けておきました。カウルと本体にまたがるデカールを貼るため、カウルを本体にマスキングテープで仮止めします。またがったデカールをアートナイフで切り分けます。
切り込みを入れておいた吸気口の窓に折り曲げても脱落しないようにアルミテープを貼って裏打ちしておきます。折り曲げ箇所に補強として瞬間カラーパテを塗布しました。小学生の時に作ったハリアは足が折れた記憶があったので、補強に真鍮線を通すことにしました。吸気口の端部に機内色であるライトグレイを塗ります。脚部を指示色で塗装します。
カウルなど接着します。再び脚部品を塗装します。タイヤを塗装します。塗り分け部をより細い面相符で0分の3号で塗っておいて、内側は少し太い0号を使いました。主脚を組み立てます。なんとなく強力瞬間接着剤ゼリー状を使いました。デカール糊を拭いておきます。デカールの貼り残しを貼り付けます。
墨入れの前準備として光沢トップコートを拭きます。デカールの不要部を切り落とします。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら、さよんでした。